ですね、詳しく見ていきましょう。このマダニなんですが、体長は3ミリから4ミリということなんですね。でダニ媒介性脳炎フラビーウイルスを持ったこのマダニに噛まれることによって感染するということなんですが、これ吸血するとどれぐらいの大きさになるかと言いますと、驚きました。はい、こんなに膨らむんです。3、4ミリからおよそ1センチになるということなんですね。血を吸ってパンパンに膨れ上がっている状態なんですが、そしてですね、生息場所としては一般的には沢に沿った場所や森林の笹の原っぱであったり牧草地だったり、でこのダニ媒介性脳炎フラビーウイルスというものをその持っているものをダニに噛まれるとですね、まあ、必ずしも発症するとは限らないと国立感染症研究所の方おっしゃったんですが、潜伏期間は通常であれば1週間から2週間で、インフルエンザに近いような症状が出るそうなんですね。そこからさらに3分の1ぐらいの方はこの髄膜脳炎を起こす